ねえパパ、最近流行りのマルチグリドルパンが使いたくて。そうだね、マルチグリドルってとにかく軽い上に焼くのはもちろん煮たり揚げたりもできるし、調理の後も全然こびりつかないから便利だよね。うん、だからパパのシングルガスバーナーとマルチグリドルを貸してほしいんだけど。うん、ダメ。え？絶対に勝たーん。いやね、実はマルチグリドルって意外なことにガス火で使うと危険なんだ。そうなの？この間気になってメーカーに問い合わせてみたから、今日はその内容から少し話していくね。はい、というわけで今回は流行りのマルチグリドルパンについて、危険性と安全な使い方について説明していくね。少しだけどこの4つについてもう少し詳しく話をしていくね。うん、ありがとうパパ。でも最後のいる？使い方を間違うと大きな怪我や事故に発展する可能性もあるので、よかったら最後まで聞いていってくださいね。やっぱりいらないよね。今流行りのマルチグリドルパンだけど、実は注意するべき点が結構あったりするから、事前の下調べは大事だよ。それじゃあ早速だけど、まずは丸1番のマルチグリドルパンの危険性について。マルチグリドルパンっていうと長いから、ここからはグリパンって呼ぶね。うん、OK。 じゃあなんで危険かってことなんだけど、まずはサイズ。一般的に直径が33センチのタイプが主流だね。普通のクッカーや鉄板と比べるとかなり大きいよね。そう、これをうちにあるカセットコンロやシングルガスバーナーの上に置くとこんな感じ。ふむふむ。こうするとわかるけど、ボンベの真上までグリパンが来ちゃうことがわかるよね。本当だ。実はグリパンって輻射熱が強くて、真下のボンベを加熱してしまいがちなんだ。そうなの？でもガスで使ってる人結構見るよ。それにコンロってカバーもついてるし。パパもそう思って岩谷さんに聞いてみたんだけど、ダメだって。そうなの？ちなみに問い合わせたメール内容も紹介するね。お世話になります。カセット風風丸 CB-KZ1A でマルチグリドルパンを使用した子を持っています。取っ手はガス管の上に来ないように使おうと思っているんですが、大丈夫でしょうか？あとジュニアバーナー CB-JRB の3ではいかがでしょうか？こちらについても教えていただけますと幸いです。これに対して返ってきた文章が、弊社ホームページにお問い合わせをいただきありがとうございます。この度は弊社製品にご関心を賜り重ねてお礼申し上げます。お問い合わせいただきましたマルチグリドルパンのような形状のお鍋のご使用につきまして、高さがあるので一見安全に見えますが、輻射熱が強い形状のためご使用ができないお鍋に該当いたします。残念ながらボンベが異常加熱されるなど安全性の確保ができないため、弊社製品にマルチグリドルはご使用いただけません。何卒ご了承くださいませ。ってことなんだよね。弊社製品には使えませんって。全部？まあ万が一にでも事故が起こる可能性を考えたら全部ってことになっちゃうのかな。グリパンって輻射熱が強いのもだけど、軽いから五徳の上で不安定になりがちなことも理由としてはあるのかもしれないね。ちなみにパパはキャプテンスタックのシングルバーナーも使ってて、気になってそっちも問い合わせてみたんだけど、日頃より弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。お問い合わせの UF26 トレッカーカセットガスバーナーコンロにつきましてご回答申し上げます。輻射熱の影響で CB 管が破裂する恐れがございますので、マルチグリドルパンのご使用は控えていただきますようお願い申し上げます。直径16センチメートル以上の調理器具はご使用を控えていただきますようお願いいたします。やっぱりダメだったよ。あやや、しかも16センチ未満の指定付き。多分どこのメーカーもそうなんだろうね。 CB 管の爆発の可能性について少し調べてみたんだけど、90度前後で爆発する可能性があるらしくて、だからメーカーとしては輻射熱の強いマルチグリドルでは異常加熱する可能性があるから対応できないって判断になるみたい。なるほどね。でも遮熱対策をすればそんなに温度は上がらないんじゃない？確かに対策をすればボンベは熱くなりにくいよね。でも使用はあくまで自己責任ってことにはなるけどね。それでいくと、まずは遮熱テーブル。ボンベがテーブルの下に隠れるから輻射熱の影響を受けにくくなるね。もちろん強火では使わないとか、定期的にガス管を触って確かめるとか気をつけながらにはなるけど、触って熱くない程度なら爆発はしないと思う。触れるぐらいの温度なら爆発することもないよね。でも徐々に熱くなるようなら使わないに越したことはないけどね。そこで次はボンベの延長ホース。物理的にボンベを離してやれば間違いないと思う。確かにボンベが50センチも離れてればガス火で加熱されることはないよね。うん、爆発事故が怖いなら遮熱テーブルよりこっちの方がいいと思うよ。ただしボンベ自体を足代わりにしているシングルバーナーなんかは安定性が悪くなっちゃうから気をつけなきゃいけないけどね。ありゃりゃ。それにホースや取り付け方が悪いとガス漏れを起こす可能性もあるから気をつけなきゃね。くっさ。
それじゃあ次は丸2番の安全な使い方について。さっきの項目でもガス器具を使うための対策は紹介したんだけど、本当に爆発のリスクをゼロにするならガスを使わないのが一番だよね。うん、うちのやつ直火や IH にも対応してるもんね。だから家で使いたいときは IH で、キャンプで使うときは焚き火やバーベキューコンロで使えば問題ないよ。パパはすすがつくのがあんまり好きじゃなくて基本的にガスで調理する派なんだけど、安全には変えられないからね。焚き火台のごとくや焼き網の上でも軽いから普通に乗せられるし、火が広くて鍋全体が温まるからスピード調理ができていいよね。パパは最近小型の二次燃焼ストーブで使ってみたんだけど、調理中にぐらついちゃって何度かヒヤッとしたよ。だから調理の時は食材を極力中心に寄せて外側に過剰が寄らないように気をつけなきゃね。うん、ちなみに傾斜があると外側に寄りやすいから、設営の段階で平らなところを選んだ方がいいと思うよ。なるほど。あと持ち手までかなり熱くなるからとっさに素手で掴んだりしないように気をつけてね。木製のハンドルなんかも売られているけど、基本的に取り付けたままの調理はできないし、調理中は耐熱手袋やミトンをつけておくのもいいと思うよ。僕ももしもの時のためにつけておこうかな。そうそう、失敗すると一生の後悔につながることもあるかもしれないから、そこは事故防止のためにちゃんとつけて防ぎたいよね。つけるは男のエチケット。何の話？あとは丸3番の使用例と簡単レシピについて。この間デイキャンプに行って小型の焚き火台とグリパンで即席パスタを作ったんだけど、いい使用例になったから紹介しとくね。卓上サイズの二次燃焼ストーブだったんだけどさ、これが収納サイズがかなり小さくてシングルバーナーと同じぐらい小さ。木質ペレットを燃料にして着火剤で点火するだけでお手軽ミニ焚き火の完成。早っ。途中で消すことはできないけど、これで2時間ぐらいは持つからね。2時間あれば調理も十分かな。それじゃあ早速必要な食材を一覧ドン。こんな感じ。2人前パスタは 100g で1人前だから 1.6 人前かな。パパいつも大盛りだからちょうどいいくらいの量だね。うん、いい感じでお腹いっぱいになったよ。ベビーリーフとミニトマトだけは家で取り分けて持ってきたけど、基本使い切りだから楽だったよ。パスタソースは2人分だけど全然濃すぎることもなかったしね。それじゃあ早速作っていこう。まずソロストーブにグリパンを置いて水を 450cc ほど投入。だいたい目分量で 50cc 残せば OK。 そしたらサラスパを1袋全部 160g 投入して沸騰するまでしばらく放置。水もサラスパもほぼ使い切りだね。そう、楽ちん。この間にトマトを切って準備しておこう。しばらく煮詰めて水分がわずかになるまで炒め茹で、1本食べてみて茹で加減が問題なければパスタソースを投入。今回使ったソースはオーマイの和パスタ好きのためのがっつりニンニク&バター、ガリバタ醤油。絶対美味しいやつ。これを2人前しっかりと混ぜ込んでいく。次はトッピング。まずはベビーリーフをドーン、次にトマトをドーン、最後にサラダチキンをパラパラちぎって。手袋してるから手作業も気にならないね。汚れた手袋は外すと。あ、手汗。4。最後に付属のふりかけ、ガーリックチップと海苔をまぶして完成。トッピングの間にそこにお焦げができて美味しいんだ。反則。そしたらテーブルに移していただきます。この日は暑かったけど、トッピングは寸前まで冷やしておいたし、標高の高い林間サイトの日陰で涼しくさっぱり食べれたから夏にもおすすめだよ。今の季節にぴったりだね。おっと、飲み物飲み物。僕も僕も。コンビニのロックアイスのカップにノンアルの柚子カクテルをたっぷり注いで乾杯。イエーイ。食べ終わったらウェットティッシュで拭いて炎でも眺めながらゆっくりして本日のデイキャンプは終了。本当に簡単だったね。うん、パスタを茹でる以外はトマトを切っただけだからね。極力手間がかからないようにするのもキャンプで癒されるために大事だからね。あと最低限の道具で済ますのもね。あれパパ、荷物多くない？んー、でも出してる道具は少ないよ。無駄に持って行き過ぎなんよ。最後に丸4番のゴールドフィンガーについて。何これ？ジョイ君、ゴーヒロミのやつ知ってる？何のこっちゃわからないけど何？ってやつ。あ、聞いたことあるよ。まあとにかく指の火傷に気をつけてねって話。最初からそう言いなよ。いやね、実はグリパンの持ち手ってかなり熱くなるんだ。さっき言ってたよね。パパは最初家で試してた時に乾いたキッチンペーパーで餅を掴んだんだけど、しばらく持ってたら燃え始めちゃって、危うく俺のこの手が真っ赤に燃えるところだったんだ。それゴッドフィンガーの人。幸いキッチンだったし、とっさに流し台で水をかけて消火もできたからよかったけど、一歩間違うと断捨離だったかもって思うとゾッとしたよ。怖いね。だから特に火事には注意するべきだし、とんでもなく熱くなってるっていうことだから、やけどには本当に気をつけないとね。うん、パパも衝動買いで支払いがとんでもなく熱くなってるから本当に気をつけてね。ん？お前はパスタと輝き叫ぶ。
今日はマルチクールドロパンの話だったんだけどさ、他でもボンベは加熱すると危険だから気をつけてね。例えば焚き火やバーベキューしてるとき、近くにボンベを置いて爆発した事例だってあるからね。うわ。だから火元の近くにボンベを置かないとか、直射日光にさらさないようにするとか、熱々の車内に放置しないとか、そういった基本的な対策も忘れないようにしようね。うん。熱源から避けるだけじゃなくて、クーラーバッグに入れるとか、キャップをちゃんと閉めるとか、使用するとき以外は取り付けないとか、できる対策は他にもいろいろあるから、楽しく過ごすためにしっかり準備しよう。うん、趣味の時間なのに怪我しちゃ元も子もないもんね。だから下調べって本当に大事。もちろん他の人の話も参考になると思うので、しっかり調べて準備してね。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。面白かったよとか参考になったよって方はですね、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の話以外にもパパライダーのジョニーから皆さんに役立つバイクキャンプ向けの情報を発信していきますので、よろしければ今のうちにチャンネル登録をして次の動画の通知をお待ちください。ご飯よ。ありがとう。今日は何かな。お肉とキムチもりもりのタムギョプサルよ。わーい、肉汁がキムチに染み込んでたまらないやつだね。美味しく楽しいレシピがたくさんあるのもマルチグリドルパンの魅力だね。なんでもないような日々が続いてほしいと願ってるんだ。お願い。いつまでたってもこのご時世は良くなりそうな気配もないが。